はい、コニタンです。はい、トモちゃんです。今日もなんかやりたいことがあるそうで、はい、そうですね、今日はエミューの産卵がそろそろ始まる季節になったので、それを誘発じゃないですけど、はい、ちょっと実験的にエミューの偽卵、偽の卵をこっちで作ってエミューの巣のとこに置いてみたいなと思いまして。はい、なるほど。で、はい、偽卵を作ります。材料はこちら、カラースプレーにダチョウの、ちっちゃめのダチョウの卵、手頃な、ちょっとこれでも大きいんだけどね、エミューにしてはちょっと小さめの 1000g ぐらいの、 1kg ぐらいのダチョウの卵にスプレーで色をつけていきます。はい、はい、ちなみに、はい、本物のエミューの卵はこれ、ここやろう。はい、やりますか。はい、はい、あまりね、鳥の影響のないところでね、そうだね、色塗っていこう。ポロポロポロ、はい、まあ、ちょっと見ては来たんですけど、博物館でなんか黒に近い緑というか、そう、でもなんか写真によってその見え方が違うんですよね。緑っぽかったり青っぽかったり黒っぽかったり、やっぱそれもあれなんじゃない、 あれかな、個性かな。基本的にじゃあ緑で、なんか、ね、すごいね。そう、こっちはなんか青っぽいし、まあこんな感じに仕上げていこうかと思います。はい、じゃあ塗っていこう、塗っていこう。まずはやっぱりベースの色、はい、ほぼこの色だもんね。そうだよね。よいしょ。さて、アボカドになるんだ。アボカドってなんか黒っぽくないですか。黒も黒、黒緑、黒も用意したけど、よいしょ、いくか。さっき見た感じのね、綺麗な青、緑、おお。なんかあれみたい、難しいな、これ。冬瓜、冬瓜、うーん、どう、いいよ。あー、ダメだ。そうね、丸いやつとかにね、立てた方がすごい、ちゃんとはまるの、そこね、なんか偶然ですけど、はい、ちょっと手が乾くのを待って。騙されるかな、ね、あれ、私卵産んだっけ。誘発させるために偽卵を置くっていうのは他の動物にもあるの？あ、なんか人工孵化をしてるところとかは、あの、回収するじゃないですか、うちみたいに。でも回収されるとダチョウと違ってその不安になっちゃうから、取った代わりに残すっていうのは聞いたことがあります。ダミーを、ダミーを。さて、綺麗な緑の卵ができましたか。はい、ね、それをちょっとかぶせたらさっきの色に近づくんじゃない、ね、でもちょっと乾いてからのがいいと思うので、もうちょっといきましょう。卵に綺麗に塗るってすごい難しいんですよね。どうしても塗れない面が、ああ確かに、吊り下げられたらいいんだけど、乾いてないうちに拭いてさ、色混ざった方がいいんじゃ、いいとかない？ああ、ちょっとやってみます、うん、まあ混ざってもいいしね、どんな色でもそれっぽければきっと大丈夫でしょう。じゃあ僕から。あ、いいんじゃない、でもなんかあのさっき見たそれっぽいか、それっぽいよ、色は。あ、先にペイントしてしまった。乾くのを待ちますかね。待ちましょう。時は夕方、はい、はい、乾いたかな、乾いたかな、さすがに乾いたと思いたいです。お、え、いい色じゃない、いいかも。あ、あ、ついた。あ、いいんじゃない。あ、そこがちょっと乾いてないと。そうだね、まあ、それはでも置いても問題ないですかね。はい、いや、すごい綺麗、ちょっと青が点々と入ってるような感じ。
いいんじゃない？ね、このテカった緑色感がエミューっぽいですかね。よし、卵の準備はできた。はい、呼ばれますけど。まあいいでしょう。時間があればね、塗り直したいけどね。ちょっとやるか。いきまーす。ちょ。やったかな、色が。もういいだろ。もういいよ。はい。はい、行こう。みゆちゃん、さあ夕方に僕らと会うの。確かに珍しい。あ、水を足しますね。消毒。どうしたの？ここうんちがいっぱいあるけどいいんですかね。でもこっちは入ってないもので、入ってなさそう。全然あのバナが見られない。痩せただけで。はい。いつもこの辺に座ってるような気がします。確かに。巣にうんちはしないもんなの。エミューがよくわからない。うんちが今持ち上がりました。僕はぼちょっとですね。ここら辺に置いてみる？この辺かな？この辺に置きます、はい、おお。なんかそれっぽい見た目。透明だと完全になんかこっちかな、透明っぽい。すごい、今日も卵ありましたみたいな。ぽい。うん、全く見分けつかないと思います。やば、ちょっと大きいけどね。私卵産んだっけっていう感じで、あ、じゃあもうちょっと産もうかしらってなるといいですね。ね、うん、楽しみ。なんだこの卵は。よしっていう可能性もありますけど。よし、ということで、はい、では経過を見守りましょう、はい、エミューに託卵しました。はい。またね。またね。